今日は台湾のチュエンリエンっていうローカルスーパーの物価を、紹介したいと思います。それでは行きましょう。まず、チリ産のワイン 750ml。これが248元です。次。これは袋麺4つ入りかな、4つ入ってて、はい、4つ入ってる麻雀麺セサミヌードルみたいなやつ、これ結構おいしい。これ80元。これ炭酸水1本18元、2本で36元。ディチェコのトマトソースベース119元。次、ヨーグルトが85元。次、ピーナッツ。ナッツ系、パーセンが、これが75元です。次、オリーブ。どこのなんだろう。スペインの結構いっぱい入ってるオリーブ。これが58元。次、中国の、辛いやつ。おつまみみたいなやつです。これ美味しいです。これが54。次、イタリアの美味しいパスタ。これ結構好きで買ってます。15番。これが92元。次、ビール。これが23元。次、牛乳が 946ml。946ml で83元です。次、チーズがプレシデントのチーズ、こちらが79元。次、最後ですね。中身白色のドラゴンフルーツ25元です。はい、以上となります。これで合計がですね、1057元です。1057元。今のレートで言うと、ですね、1057台湾ドルは4788.85。まあ、4800円ぐらいですね。これで4800円です、台湾。以上です。それでは。